レンドーソンは、オハイオ州アライアンス出身のアメリカンフットボール、選手。ポジションは、クォーターバック。背番号16は、チーフスの永久決番。カンザスシティチーフスを1962年、1966年、1969年と3回、AFL チャンピオンに導き、第4回スーパーボールでは MVP に選ばれた。大学に進学する際、 オハイオ州立大学とパドゥー大学からリクルーティングを受けたが、ウッディ・ヘイズ・オハイオ州立大学ヘッドコーチのスプリット・ティオフェンスではなく、ハンク・ストラム・アシスタントコーチのいるパドゥー大学を選んだ。大学では3シーズンにわたり、ビッグ・転換ファレンストップとなる3000ヤード以上を投げた。ディフェンスやキッカーとしてもプレーした。1957年の NFL ドラフト一順全体5位で、 ピッツバーグスティーラーズに指名された。彼は目立った活躍をすることはできず、チーム後に電動入りするボビーレーンを獲得した。1959年12月31日、クリーブランド・ブラウンズにトレードされた。ブラウンズではミルト・プラムと先発 QB の座を争ったが、1961年シーズン終了後、解雇された。 二チームでの5シーズンでわずか21回のパス成功、204ヤード獲得2 TD パス成功にとどまった。1962年6月30日、AFL のダラステキサンズと契約を結んだ。この年 TD パスとパスしなげ1回あたりの獲得ヤードで AFL トップの成績を残し、AFL の MVP に選ばれた。2年連続。 AFL チャンピオンとなっているヒューストンをいらずにダブルオーバータイムの末20から17で勝利した AFL チャンピオンシップゲームではハーフバックのアブナー・ヘインズに28ヤードの TD パスを決めているダブルオーバータイムの決勝 FG で彼はホルダーを務めた1963年にチームはカンザスシティに移転してチーフスと名称を変えた機動性のある彼は ストラムのムービングポケットフェンスで活躍、AFL のパスタイトルを4回獲得、リーグのオールスターに6回選ばれた。10年で幕を閉じた AFL で歴代最高の QB レーティングを残している。1962年から1969年まで彼は 182TD パスを挙げたが、これは同期間の AFL、NFL の QB 中最多であった。 1966年、チームは11勝2敗1分で AFL チャンピオンシップゲームでバッファロービルズを31から7で破り AFL チャンピオンと NFL チャンピオン同士の試合となる第1回スーパーボール出場を果たした。この試合でチーフスは10から35でグリーンベイパッカーズに敗れたが、ドーソンはパス27回中16回成功。 210ヤード、1td、1int とまずまずの成績を残した。1962年から7シーズン連続でパス2000ヤード以上を獲得した彼は1969年第2週に膝を負傷した。当初はシーズン絶望も心配されるような状況であった。2年目の控え q b マイク・リビングストンが代役として6試合で先発出場。 プレイオフでドーソンは先発 q b に復帰し、ディフェンディングチャンピオンのニューヨークジェッツ、AFL チャンピオンシップゲームで、オークランドレーダースをロードゲームで破り、第4回スーパーボール出場を果たした。前年の第3回スーパーボールで圧倒的不利と予想されていた AFL のニューヨークジェッツが、NFL のボルチモアコルツを破るバンクルワセを演じたものの、戦前の予想は、 NFL 代表のミネソタ・バイキングスが有利であった。この試合でドーソンは、ショートパスを多用する、ゲームプランで、パープル・ピープル、イーターズと呼ばれた、バイキングスの強力ディフェンスを攻略、第2球までに16から0と、リード、オーティス・テイラーへの46ヤードのパスなど、パス17回中12回成功、142ヤード、1TD、1INT の成績を上げて、 チームは23から7で勝利、彼は MVP に選ばれた。チーフスのこの勝利で AFL と NFL の統合を前にした、対戦成績は2勝2敗のタイとなった。チームがスーパーボールの開催時、ニューオーリンズに到着後の1970年1月6日に、ドナルド・ドーソンという人物が、賭博容疑で逮捕され、彼に対するスポーツ賭博疑惑が突如起きたがこれを、 否定、スチュアート・サイミントン上院議員もその疑惑を根も葉もないものと否定した。1970年に AFL と NFL が統合した後、彼はオールタイム AFL のセカンドチームに選ばれた。この年の11月1日、オークランドレーダース戦では17から14とリードした第4級に、ベンデビットソンにヘルメットからヒットされ、グラウンドに横たわった。このプレーに、 チーフスの WR オーティステーラーは激怒して、デビッドソンにつかみかかった。ベンチが空になる乱闘が行われた後、反則は総裁され、チーフスはパントを蹴ることとなり、残り8秒にジョージ・ブランダが同点となる FG を成功させた。この試合はレーダースが勝利し、8勝4敗2分で AFC 西地区で優勝。チーフスは7勝5敗2分でプレーオフを逃した。 1971年には、プロボールに選出された。1975年に、パス3741回中2136回、成功28711ヤード、2 3 9 t d 181INT、18 QB レーティング82.6、ランデモ1293ヤード、QTD の成績を残して、現役を引退した。 1966年の現役時代から KMBCTV のスポーツディレクターを務めている。1977年から2001年までケーブルテレビ局 HBO のインサイド・ザ・ NFL のホストを務めた。また1977年から1982年まで NBC で AFC のアナリストを務めている。1985年からは チーフスラジオネットワークで解説者を務めている。1987年にプロフットボール伝道入りを果たした。2006年に NFL ネットワークのドキュメンタリー、アメリカズゲームスーパーボールチャンピオンズで1969年のチーフスについてのインタビューを受けた。第14回スーパーボールでは、ビンスロンバルディトロフィーのプレゼンターを務めた。 第44回スーパーボールでもパデュー大学の後輩となるニューオーリンズ・セインツの QB ドリューブリーズへのビンス・ロンバルディトロフィーのプレゼンターとなった。2012年、長年のラジオ解説の功績からピート・ロゼールラジオテレビやウォードを受賞した。1953年に結婚したが、1978年に妻に先立たれた。その後再婚している。 1991年に前立腺がんと診断された。ありがとうございます。